国際司法裁判所は国際連合の主要機関の一つ、自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である。本部はオランダのハーグ。国家間の法律的紛争について裁判をしたり、国連総会や国連安保理などの要請に応じて韓国的意見を与える。判決や韓国的意見による国際司法裁判所の意見は、 国際法の発展に多大な影響を与える。世界法廷とも呼ばれる。国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所などとは異なる意義を有する。常設の国際裁判所の必要性は古くから認識されており、1899年と1907年の 万国平和会議においては、この創設が議題に上がったものの、合意には至らなかった。その後、第一次世界大戦終結後に結成された国際連盟の機関として、常設の国際裁判所の設立が決定され、1921年に常設国際司法裁判所がオランダのハーグに設置された。常設国際司法裁判所はいくつかの紛争を審理、したが、 国際連盟加盟国がそのまま常設国際司法裁判所の加盟国となるわけではないなどいくつかの問題を抱えており1940年にナチスドイツが裁判所の置かれているオランダに侵攻すると機能を停止した1945年のサンフランシスコ会議において国際司法裁判所規定が採択され新しく創設される国際連合の機関として 国際司法裁判所が設立された。この裁判所は、常設国際司法裁判所の後継と規定され、本部も引き続きハーグの平和宮に置かれた。裁判所は、原則として、常に改定されることが宣言されており、常設性が明言されている。当事者となり得るのは、国家のみである。個人や法人は、訴訟資格を許さない。国際司法裁判所規定は、 国際連合憲章とは不可分の一体であるために国際連合加盟国は当然ながら当事国である国際連合非加盟国も安全保障理事会の勧告のもとに国際連合総会でなされる決議によって当事国となることができる日本は国際連合に加盟した1956年より前の1954年より当事国となっている 国際司法裁判所は当事者たる国家により付託された国家間の紛争について裁判を行って判決、命令をする権限を持つ。一申請で上訴はできない。なお、判決の意義、範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができる。また、国連総会及び特定の国連の専門機関が法的意見を要請した場合には、 韓国的意見を出すことができる。オランダのハーグに本部を置く。本部はオランダ政府より提供された宮殿を使用しており、その宮殿は平和宮と呼ばれている。裁判官は国籍の違う9年任期の裁判官15人で構成される。特防が高く、かつ各国で最高の裁判官に任せられるのに必要な資格を有する者、もしくは 国際法に有能で名のある法律家の中から各国が候補者を指名して選挙によって選ばれる。選挙は候補者の名簿から安全保障理事会及び総会でそれぞれ別個に選挙して行う。裁判官には双方で絶対多数を得た者が選ばれる。所長の任期は3年。所長選挙は15人の判事による5000方式で実施される。 現在の所長は、アブドゥルカウィ・アハメド・ユースフで、2018年に選ばれた。2009年から2012年まで、オアダ・ツネが、日本人として、初めて所長を務めた。裁判官は、裁判所の事務に従事する間は、外交官としての外交特権が認められる。裁判官観光で、アジアから3人、アフリカから3人、中南米から2人、東欧から2人、 北米、西欧、その他から5人が選ばれていた。また、この15人の中には、国連安保理常任理事国5カ国の判事が1人ずつ、含まれていた。しかし、2018年の選挙で、英国出身の判事の公認に、レバノン出身の判事が選挙されたため、西欧他4名、アジア4名となるとともに常任理事国5カ国の、 判事が一人ずつ含まれる観光も消滅した。判事の年収は約1600万円。現職過去の日本人判事韓国的意見は国連総会及び特定の国連付属機関が法律的問題に対する解釈の意見を求めた場合に裁判所が示す法律的解釈である。判決は日本の国内裁判所もなす権限であるのに対して韓国的意見は 日本の国内裁判所にはない権限である。法律的問題を直接に解決するものではないため、韓国的意見によって示された解釈が直接に国際法となり法的な拘束力を有して国家を拘束するわけではないが、国際的に権威のあるものとして受け止められる。これが履行されて、監修国際法の要件を満たした場合には、 監修国際法としての法的拘束力を有する可能性もある。また、国際連合及び付属機関においては行動の指針となる。付属のビジターセンターは、定休日である月曜日を除いて見学が可能であるが、裁判所内部に関しては、法廷での審議やイベントが行われていない平日のみ、有料で見学できる。ただ市場時開催されているわけではなく、 また事前予約が必要である。地下にはカフェテリアがあり、セルフサービスで食事も取れる。また ICJ には図書館が併設されており、120万冊の蔵書を保管している。国際法の書籍については、世界最大規模を誇るとも言われている。平和宮建設に資材を投じたアンドリュー・カーネギーの要望で図書館が設立された。 2013年現在の平和宮図書館の館長は、ユルンベルブリート。国際司法裁判所、規定38条1項は、裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判する、ことを任務とし、次のものを適用すると規定する。すなわち、ICJ が紛争の平和的解決のために、適用するのは、国際法である。 そして適用されるものとして、道場同交には、以下が列挙されている。すなわち、条約、監修法、法の一般原則に基づき裁判がなされ、そしてそれらを明らかにするために、判例、学説が延用される。また道場、第二項では、当事国の合意がある場合には、公平と善意に基づき裁判することができると、規定している。 この場合の公平と善意とは法に反する公平のことである。英米法のエクイティと同じものと考えてよい。法廷の様子開始あらゆる国際裁判は常設国際司法裁判所が東部カレリア事件判決でいかなる国家も平和的処理手段のいずれにも当該国家の合意なしには付託されることを強制されるものではない。 と確認した通り、当事国の同意なくして管轄権が成立することは決してない。これを同意原則という。国際司法裁判所における裁判でも同意原則は貫かれている。国際司法裁判所において管轄権が成立するには以下の4つの場合がある。は、事後の同意、は、事前の同意である。については、同意原則より、 被告国が裁判の開始に同意して、初めて管轄権が成立するのであり、単独提訴の段階では管轄権はない。したがって、単独提訴したとしても、被告国が同意しなければ裁判が行われることはないし、国際司法裁判所は一切の訴訟手続きをしない。選択状高受諾宣言各国は、 規定36条2項に基づき、選択条項の受諾を宣言することで、裁判への応訴を自ら義務とすることができる。この宣言を行った国は、時間的、時効的な範囲が同一である限りにおいて、同一の宣言を行った他の国を一方的に裁判に服させることができる。宣言していない国は、提訴されても応訴する義務を負わない。 宣言していない国が宣言している国を提訴した場合の対応については国によって異なる。日本は国際司法裁判所が扱う範囲の内容であれば同じく宣言をしている他国の訴えに横答する義務を負う宣言を1958年9月に言っている。2007年7月この宣言に関していわゆる不意打ち提訴に対して日本は ICJ の強制管轄を承認しないこととした。南極海捕鯨事件の敗訴により、2015年10月には、海洋生物資源の調査、保存、管理、または、開発について、他の特別の合意が存在しない限り、国連海洋法条約上の紛争解決手続きを、用いることがより適当であるとの考えに基づく、宣言修正を行っている。 宣言している主な国の一覧宣言している国は全70カ国以下はそのうちの主な国仮保全措置時刻の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に損している場合一方の当時国は仮保全措置の申請を裁判所に求めることができる裁判所はこの場合一見して管轄権があるとみなす場合には 当該権利を保全するための仮保全措置の命令を下すことができる。確立した判例によれば裁判所が出す仮保全措置命令は、たとえ裁判所の管轄権が明確に認定される前であっても当事国を法的に拘束する判決だ。審理裁判は管轄権に関する事項と本案に分かれる。前者は、 付託された紛争に裁判所の管轄権があるか、つまりは、その紛争をそもそも裁判所が裁き得るか、という点についての審理である。管轄権については、相手国側から先決的公弁が提出されることがある。また、管轄権が認められても、受理可能性、すなわち、本判決が、第三国の権利義務に影響を与える恐れなど、 判決を下すに適さないかどうかも審理される。通常、裁判所の管轄権が認められた後に本案に進むが、事件によっては、管轄権判決と本案判決が一括して行われる場合もある。終了判決は、当事国を法的に拘束する。この場合、当事国のみを特定の事件においてのみ、拘束し、第三国を拘束しない。 ただしその判断は極めて高い権威を持つとされ、国際法の解釈に大きな影響を与える。また、時として、確立された判例という形で、裁判所自身によって援用される。判決の履行については、統一された権力機構がないために国内における強制執行のような直接判決を執行する機関は、一般的にはない。 しかしそれは制度によって異なり、例えば WTO の上級委員会の決定は紛争解決機関による執行がなされる。ICJ については国連の一機関であるから判決の履行は国際連合安全保障理事会の勧告あるいは決定に訴えることができる。ICJ ほど第38条第1項 D では判例は 法則決定の補助手段と定めた。ICJ ほど第59条では裁判所の裁判は当事者においてかつその特定の事件に関しての未拘束力を有すると定められており ICJ の判例の先例拘束性は否定されているがしかし実際の裁判の場においては過去の裁判例が多く引用されておりまた各国は判例を重視 尊重していることから実質的に国際判例法と呼ばれる体系を形成していると、いえ、国際法の発展に多大な影響力を持っている。ありがとうございます。